You're listening to Shibuya Cross FM. Shibuya Cross FM. 午後のひととき。シャイニング輝く紳士淑女。素敵なことがきっと起きる。新しいあなた。はじめまして。この番組は和の創造は限りなく美しい和装備、そして洋ハートフルコミュニケーションレオラとして本日からスタートいたします。監修山本博之様のご協力により提供しております。よろしくお願いします。さて、この番組は輝く紳士淑女とね、ゲストの皆様にお越しいただき、午後の穏やかで素敵な、ひとときをお届けする番組です。和と洋で繰り広げていく番組になります。では和の担当の林芳恵さん、ご紹介どうぞ。はい、はじめまして、林芳恵と申します。和の担当ですね。私はあの大江戸八百屋町和装備情報局ということで、そうですね、旬の最時期のお話もあの取り揃えてやっていきたいと思っております。林芳恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、本当にお着物がね艶やかな和担当の林芳恵さんでした。そして洋の担当ですけれども、武井康子ことプロデュー、ボイスプロデューサーの武井康代がお届けいたします。私の番組は、シャイニングラウンジへようこそということで、お時間にジャズのナンバーをおかけしながらお届けいたします。では、ね、この2人で頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、よしえさん、いよいよ始まりましたね。緊張しますね。緊張しますね。もうね、よしえさんといえばいろいろなね、ラジオ番組、そしてあのテレビでもね、ご活躍のよしえさんですが、ですが緊張しますか？いやもう、ね、私たち、ね、さっきから行ったり来たりしながら、大変でした。大変でした。ね、もう何もね、やっぱりスタートするということはね、心躍りますし、ね、ちょっとバタバタもね、しますね。あれですか、よしえさん、なんか最近素敵なことがあったということですけれども。いや、素敵というよりも今日ね、うんうんうん、すごくいいことがあって、うん、はい、昨日なんかあの、うん、浅草のビューホテルで、平和の祭典、があったそうなんですね、それで浴衣祭りといいますか、はい、浴衣のコンテストがあったみたいなんですよ、うん、はい、でその竹下夢二っていうのがちょっとこうテーマだったらしいんですが、素敵な、なんと自分ゆい大江戸和髪学会の中山彩子さんと山田めぐみちゃんがですね、特別賞受賞したんですよ。もうそれね、朝から聞いてね、すごく嬉しくて、それが私にとっての朝からの大ニュースかな。いいですね。はい、もう本当にね、あの和髪隊といったところでね、よしえさんもね、皆さんもね、お仲間もものすごく大活躍されてらっしゃるね、チームがあるんですよね。ありがとうございます。素晴らしいです。私はですね、逆にですね、はい、今日ね、初めてのことが、うん、何朝、はい、あの初めてタクシーのなんかのアプリがありますね。アプリね、そのアプリをね、うんうん、初めて入れました、うん、そしたら時間がかかったのでタクシーを呼ぼうと思ってやりましたところですね、待てど暮らせど来ず、でその間にバスが5台ぐらいわーわーって行ってしまって、私は何のためにタクシーを取ったのか分からず、いつもの3倍ほどの値段をお支払いしまして、これはきっと何か今日はいいことに変えていこうと思って今日はここに来ています。ね、いいこととちょっとね、はい、あのこれからいいことに変わるというね、そんな2人のね、そんなお時間ですからスタートいたします。そうですね、あの、タクシーね、はい、アプリすごく、うんうん、私にとっては便利、うん、あ、そうですか、はい、
あのよくね外国でねいろいろなアプリあります。それで慣れてるつもりだったらまあ取れませんね。いざという時にね。という時にね。ねバスが何度も行き交うみたいな。まあそんなねいろいろ皆さんもねこのこの午後のひととき、はい、まあ楽しいことやら、うん、今日朝からやっちゃったとかね、あこれから素敵なことに変えていただければいいかなと思います。そうですね。それなんか皆さんからも、はい、そういう出来事聞きたいですね。うん、聞きたいですね。はい、あの渋谷 FM にですねぜひぜひですねあのお便りをください。こんなことありましたよ、こんなこといかがですかみたいなことが分かると私たちとってもそのお便り頼りにね頑張れそうな気がしてますね。はい、ぜひお待ちしてます、はい、お待ちしております。さあではですねここで、本日のねゲスト様の曲をお願いしたいと思います。皆様この曲はもう本当有名な曲ですから、うん、どうぞどうぞスタートです。お願いします。どうぞ。二十歳になったら酒場で二人で飲みたいものだ。ぶっかき氷に焼酎を入れてつまみはスルメかエイのヒレ。お前が二十歳になったら思い出話で飲みたいものだ。したたか飲んでダミ声あげてお前の二十歳を祝うのさ。いいか男は生意気ぐらいがちょうどいい。いいか男は大きな夢を持て。のふうぞのふうぞ男は夢を持て。はい、では皆様この曲ねご存知ですよね。私もずっと小さい頃から聴いていました、ね、のふうぞ、ね、お前が二十歳になったらっていうことで私娘がちょうど二十歳なのでこれをね伝えたいと思います。はい、あそうですか、みんな二十歳ということですね。はい、はい、ではですね本日のこのシャイニング、ね、紳士淑女の番組ですけれども初めてのねゲスト様、ね、もう記念すべきゲスト様にお越しいただいております。まずは山本博之先生です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。山本博之です。よろしくお願いします。ちょっと先生のご紹介させていただきます。先生はですもう本当に超有名な方ですけれどもね。いやいや長く生きてるだけです。いやとんでもない、うん、昭和、ごめんなさい、有限会社オフィス U 山本博之事務所代表、日本作曲家協会会員国際委員、そして日本音楽、著作権協会正会員、日本あダンスもされるんですね、全日本ダンス協会連合理事、そしてのふうぞの会東京岡山主催をされていらっしゃいます。昭和38年頃より関西中心にロックバンドザ・ポップコーンズのメンバーでボーカルギターをされていらして活動されていました。そして39年に上京されて、そして皆様も、ね、ご存知、ね、ちょっとね、先日あれでしたけれども、八代亜紀さん、ね、小野陽子さん、そして大月みやこさん、島津豊さん、西田敏行さんなどの編曲、そして作曲をされていらっしゃる CM でもね耳にする曲をいっ
ぱい、ね、あの作曲されてらっしゃる先生なんですよね。ありがとうございます、もうそんなに長くあの紹介していただかなくても大丈夫ですよ。いやでもね、先生どうぞ、ね、私自己紹介させていただきましたけど、先生からもちょこっとお願いします、はい、私はね本当に東京で約、まあ、60年近くなるんですけど、まあ体が元気だから、うん、こうしてね皆さんにいろいろなんていうかな、手を借り、いろいろ力を借りながら生きてるんですよ。いや本当元気ですね、はい、お元気ですね本当に。はい、毎日お酒は飲みます、はい何のお酒を飲まれるんですか。何でもです。何でもですか。はい、あら、それがもうあの薬になっているんですね、はい、元気の源ですね。で先生今日あのお隣にですね、はい、お二方がいらっしゃいますけれども、ね、ちょっとちょうど応援に来てくれたからこれよしと、はい、ねえ、ありがとうございます。こちらは作詞家のですね一礼和也君って、あの優子と弥生なんかの作品もいっぱい書いてる、はい、あとは映画の制作もう4本か5本ぐらい作ってる。そうなんですか、はい、素晴らしい、出たい。そう、高本プロっていうのも主催してる。一礼様ですね、はい、すごいでしょ。制作中ですよね。そう、制作中の制作してますね。映画も、はい、そう、制作中。どのような、僕はね、ちょっと山本先生の、まあ、個人的にもう本当に尊敬している方 で今日出演することで、だから応援に来たつもりなんですよね。それでそしたらちょっと出てみるかいことで言われまして、こういう形で応援に来てるじゃないですか。あ、そうですね、素晴らしいですね。はい、ちょうど私があの3年前にあの優子と弥生40周年ということで、まあレコード大賞彼女新人賞を取っているんですけど、それの40周年ということで作詞作したのが、まあオリコン11位までなりまして、で今はその後に映画の方の制作で5、6本ぐらいあって、あとうちのタレントプロダクションやってますので、タレントを種類に出すという形でやって、あと AKB の女の子とか乃木坂の子たちを使ったりして、うん、であと主題歌は中村雅俊さんとか はい、でやってる映画 で今度改めて沖縄を舞台にした沖縄映画の企画中です。いや楽しみですね、はい、楽しみですね。こちらに女優がおります。そうですね、一人女優がおりますので、また詳しいことはね、あの彼らの監督とかも有名な監督になります。はい、で、まあ、いろんな方が出てくれると思いますので、とりあえず頑張ってます。あ、素晴らしいです。はい、またね、ご紹介、ね、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。素晴らしい方がね、同級人だから、同じ岡山人です。で、尊敬してます、僕は。岡山の、はい、岡山同士で、そのうち、今のこの作品が終わった後に、あの、野風像の映画化をする予定をしてるんですね。はい、あ、どうもどうも、はい、いや、今日はですね、外の人たちにありがとう。先ほどね、番組で、ね、お疲れ様でした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。いいですね、こうやって番組のリレーみたいな感じができたらね、素晴らしいですね。であの映画の方も野風像の映画を一応作りたいと、岡山を舞台にしたのと、ちょっと大阪を舞台にした部分と、それと東京を舞台にしたと、3部作で分けて作ろうよ、今企画先生としてるところです。そうですか、もう交互期待ですね。私が元気のお願いしますと言ったもう大丈夫か、少し巻きでっていうことでやってらっしゃるんですね。巻きで頑張ってらっしゃるんですね。で映画というのもみんな出るんですよね、はい、歌い手さんもそうですし、はい、確かに、はい、で監督、脚本家、カメラマン、いろんな人が一つになれるのでいいかなと思って。いいですね、みんなが主役ですよね、きっとね。ありがとうございました、はい、先生、はい、これもこういう機会に、こういう機会に先生、今日、もう一方、映画の方、はい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 、もう一方、今日はね、はい、この番組が始まった時からもう2年前になるんですけど、はい、歌い人の一人で、東條武史君、はい、後でね、あの奥様に作った歌を聞いてもいただきたいんですけど、はい、東條武史君、どうぞ、はい、自己紹介お願いします、はい。今日はね、林さん、今日から初めてね、第1回ですから、はい、うん、まあこういうわけでちょっとここにあの参加することになりましたけど、ぜひ頑張ってください。はい、うん、もう本当に私たち午後のひとときのこの番組の中で、またね、シャイニングという番組を作らせていただきまして、もう東條さんはね、もうプロデューサーとして私たちをまたバックアップしていただいてます。で、最初のテーマソングがですね、あの山本先生のスタジオでね、はい、私たち、はい、シャイニング輝く心身祝勝
ってやつですね、やらせていただきまして、ね、作成していただいて、ね、ありがとうございます。素晴らしい機会をいただきました。ドキドキしますよね、こんな、ね、有名人の、ね、方に、ね、そんな風に、ね、収録していただくなんて人生にあるとは。そうですね、私も本当驚きです。今日は楽しみの一つでした、うん、こうして、ね、始まることが ね、第1回目ですね。そうですね、あの何回かね、あの自分ゆい大江戸上医学会もあのこちらでねお邪魔をさせていただいて、あの福田先生の歌でまた前で踊ったり ねしていただいて、その時は、ね、通れないぐらい黒高になったのよ、はい、そうですか、ね、そう今度いつでもね、またお仲間を呼んでここで踊っていただくっていうのもいいんじゃないですか。ね、はい、ぜひ。そうそう、皆さんびっくりしますよね。はい。やっぱりその和髪で、そしてお着物を着て、やっぱ目を引きますよね。はい、ここはね、外国人の方もたくさん通るときは、まあ、向こうにそういう施設があるんですけど、はい、ものすごくね、喜ぶ。そうですよね。ここがもしかしたらあの有名なところのね、あのパワースポットになるかもしれないです ね、これからね。いや、もともとここパワースポットですよ。パワースポットですかね、はい、あのスターも生まれてますしね、あのいろんなところでやっぱり活躍されている方々も来るけれども、うんね、はい、出演されてますけれども、うん、やっぱりより、うん、よりですよ、より広がりますね、はいはい、私たちも大変ですよ。あの暖かくなんでしょ、暖かいでしょ、うん、そう、やっぱり浴衣着て、うん、前で踊っていただけるとね。そうですね、今日は紳士淑女の、はい、こうして、はいはい、やっておりますので、はい、皆様ね、8月は本当に浴衣でね、皆さんね来ていただいて、はい、それ我が身の会の人が5、6人来ていただいたらね、浴衣マサラみたいな、本当外国の方多いですよね。そうですね、ハバーナイスデーですね。そうですね、じゃあここでね、紳士の方3名方に、ね、今日はねお越しいただいておりますけども、ちょっと山本先生のねちょっとお話の風俗の話ですとか今後のこととかちょっといろいろお話聞きたいなと思いますけれども、よろしいですか。はいはいはい、はい、では先生はもうさ、あれですね、38年頃から関西中心にやってらっしゃったんですね。そう、高校卒業の頃はね、うんはい、卒業してだから東京に出てきて、うんはい、39年が東京オリンピックでしたから、そのうちに私東京に出てきたんですけど、はい、そのまあ野風土の話なんですけど、はい、私が38歳の時に38歳、はい、オリジナルだけのコンサートを始めたわけですよ。それまでは皆さんのアレンジ編曲ばかりをずっとやってたんですけど、それから人のものはもうアレンジをしないと皆さんに報告して自分の作品を発表していくことで作った1回目の我が息子は10歳だったんですけど、そのエールとして頑張れということであの作った。それが6年後にまあ10人の方がバラバラバラと歌ってくれたというそうです。はい、ことですか。その10歳の息子さんに向けてですか。そうです。どんな気持ちだったんですか。いやいや、もう1回目にね息子を置いてかみさんに出て行かれたもんだから軟弱だったんですよ。だからあの少々ね生意気だと言われても、まあ野風土という言葉自体が生意気なというような意味合いなんですよ、岡山の方言ではね。だから生意気だと言われても向かっていけと、いう意味合いを含めて息子にテーマとして作ったのが、まあ、一つのものなんですけどね。6年後に皆さんにバラバラ歌ってもらった。そうですか。なんかもうやっぱりメッセージ性がある歌っていうのは長く長く歴史が刻まれますよ ね、素晴らしいですね。今聞いてるとやっぱりその家族であったりとか身内であったりとか、しかも自分の息子ですよに当ててあのそしてね作るっていうのは非常に温かい。55歳になるのよ、今月の55歳ですか。はい、ね、どん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 成長していきます。そうですね、私たちも年を取っていきますけれども、はい、まだまだ山本先生はお若いですよね。いやいや、もう82を過ぎましたから。あとね、20年頑張りたいと思ってるけどね、なかなか難しいよ。あの時々ね、そのフェイスブックで山本先生がやっぱりその自分の作詞作曲といいますか、自分も歌っていらっしゃる歌を流してるじゃないですか。これ毎日のようにもう楽曲としてはもう何百曲
そうですね、コンサートで発表したものは400何十曲ありますよ。やっぱり、うん、やっぱりそれで人に提供したものは3000曲以上ありますからね。ああ、そうですか。だからあの今コンサートで作ったものっていうのは歌い手さんに、はい、あの合わせて作ったものじゃないですから、なかなか歌い手さんがね、はい、見つかってないから、仕方がないから私の作品のもので私の声で歌ってるだけなんです。うわ、素敵です。やっぱり声はずっと語り継がれますからね。だからまあそういうことで長く生きてるとみんなに世話になることしかないのよ。いい言葉ですね。この間そのラッキー君の歌、はい、であったりとか、もう本当にその時々のね、歌が流れてくるわけです。そう、家にいるラッキーの、そう、はい、もうすごくね、やっぱりじんときたりとか、まあ、楽しい歌があったりとか、あの悲しい歌の多すぎて聴いて楽しみにしているんですよ。さあ、じゃあここでですね、2曲目、ね、2曲目は今日そちらにね、いらっしゃいます東條武さんの曲を流させていただきます。はい、これは奥様に、あの、なんていうか、はい、あの自分の気持ちをね、はいはい、話すというような内容の歌なんですよ。そうですか。だから奥さんの前でなかなか歌わないのよ、恥ずかしがって。そうだ、じゃあこれを聞いていただいて、皆様ぜひ聞いてください。完璧してからうちのスタジオで聞いてもらったわけ、はい、奥様は本当うるっと来られて、うん、そうですか。それまで一切聞かさないんだ。あ、そうですか。じゃあみんな奥様と思って、ね、はい、東條ね、あ、失礼しました。東條武さんから奥様に向けて、皆さんに向けて、ではあなたに会えて、はい、どうぞ。へこんだ時も泣いて笑って支えてくれたあなたの優しさ、ぬくもりが僕の心を決めました。昔のことが今でもはっきり浮かんできます。二人で眺めた新宿夜景、車で聞いたニニローソン、初めてあの日から僕の心は変わりはしない。離れて間もない頃にいつも話を聞いてくれた、溢れる思い真心が僕は今でも忘れない。二人の愛を育てるうちにいつしか一緒に暮らしていたね。出会いの不思議と流れる月日、感謝の気持ち変わらない。先もいつまでも
僕の心は変わりはしない。思えば遠い昔のことが。はい、ありがとうございました。ね、素晴らしい歌ですね。いい歌でしょう、はい、僕はね、本当にね、もっとね、女性の人たちに聴いていただくような機会をね、増やしたいの、この歌は。はい、ね、夫婦円満ですよ。そうでしょ、はい、やっぱりご主人がね、本当はこういう気持ちはみんな持ってるっていうことを奥様に分かってほしいの。そうですね。ね。まあ、実はですね、昨日私ですね、私事で申し訳ないんですが、主人とですね、喧嘩をいたしました。めったにないんですよ、こういうことは。けれど、私の言ったことに対してちょっとカチンとくることを言いましてですね、主人が。けど、その中身よく聞いてみると、あなたのためを思って言ったんだよってことが後から分かって、あ、そうかって、今の曲を聴いて、あ、そっかと今しみました。よかったよかった。ありがとうございます。この歌は、ね、僕はものすごくね、自分でもね、すごく大切にしようと思ってるわけ。この詩はね、まあ、この人の思いをずっと、はい、あの取材して、川地ひろみさんって方がね、作詞の人が書いてくれたんですけど、それも何回も書き直して、顔ね、意思が通じるまで。だからもうすぐ大事にしてるわ、私も。女性に何回も逃げられるから。だからそんな過去が、そんな過去が、いや、1回目逃げられて、2回目は亡くなられて、3回目も逃げられてね。なぜかと、いろいろね、考えたらね、私はね、自分のことしか考えて生きてないの。私本当に忙しいですからね。もう音楽のことだけしか考えてないから、やっぱりね、いけないってことも分かった。だけど3回も結婚できてるわけですよ。それは幸せですよ、はい、すごいですよね。そうやって考えるとね、魅力的なんですよ。魅力的ですよね。まあ、そういうことでね、ぜひ今度わが身の会の皆さんにもね、このあなたに会えてはね、あの、聞いていただくような機会をね、そうですね、作っていただきたい。はい、いいですね。あの、今度またですね、あの、7月の13日にね、あの、活動日なんですけれども、屋形船。あ、はい、言われてましたね。先生いらっしゃいますよね、屋形船。いらっしゃるじゃないですか。で、その時にかけます。あの、CD を持っておりますので、うん、はい、ぜひ ね、 ね、かけてみんなで聞きたいと思いますのでね。うっとりしっとりでしながらね、それを歌う時にはね、わがめの会の方たちが何人か、大勢じゃいけないから、まあ、3、4人の方が来てね、そばでちゃんと踊ってあげる。これはね、感動的だと思わない？それは、素敵ですね。それは、はい、伝えておきたいと思います。素晴らしいです。まあ、こうしてね、自分の思いが、例えばね、周りの人たちの環境を考えてね、山本先生が作詞作曲をされるということは、どういう時にひらめくんですか？私はね、作品作りっていうのは大体ね、そんなに、あの、深く考えてなくて、はい、もうメロディーが先の時はメロディーもあるし、基本的にはね、演歌でないものというのは9割近くは、まあ、先に曲を作ってから言葉を入れていく、そういうのが多いですね。だからコマーシャルだって400曲くらいやってますけど、大体そうですね。曲はどこからやってくるんですか？いや、知らないけど、知らないけど、いい加減ですから。まあ、独学だから。だからね、人のものは聞かない。だから聞くとね、どうしてもね、残っちゃうから、潜在的に、はい、だからそういうことでね、あの、自分のことしか考えて生きてるだけだから。だけどすごいですよね。吉江さん、あれですか、生きて、ね、毎日日々ね、弾いていて、はい、曲とかって降りてくることありますか？絶対ありえないで す、 ですよ、ね、だけどやっぱりね、うん、得て増えてもあるでしょうけれども、うん、もうこれはもう天職ですから。天職というんじゃなくて、人にね、恵まれて、才能がなくっても音楽をやれるのよ、私みたいに。そうですか。才能の塊じゃないですか。そうですか。私たちのね、音を取るという時は、アレンジの時なんかはね、一曲最低でも120〜130万かかるのよ、スタジオで取るのに。はい。それをあなたに頼むよと言われたら、答えなきゃいけないの。
答える努力した人がちゃんと仕事がなっていくわけ、ね、どんな、ね、天才の人が私の周りにたくさんいるけどね、うん、勝手なことをしたら絶対ダメでしょ、そうです、ね、担当者の人は首が飛ぶから、そういうことで相手にやっぱりね喜んでもらうことができるかどうかが私たちのことだからね、だから才能というんじゃないのよね、はあ、音楽だから音大でのだからそんなものは関係なくて、じゃあ向かう心ですね、気持ちですね、だからそうあれも話してくれてやってみるか、うん、やらせてくださいと言って任されたり喜んでもらうことをやると、素敵ですね、もう何事もそういきたいですよね、はい、そうですね、まあ、実際に私もねこうして山本先生にお会いすることができて、これも運だと思うんですね、だからやっぱりこれから選ばれる歌手の方であってもやっぱりそのまあ関係性がね上手に相性がぴったりあってそれで一つの作品ができるんだと思うんです、素晴らしい、だからやっぱりね山本先生はそれを自分が引き出すんじゃなくて与える側でもあるんじゃないんでしょうか、いや違うな、ちょっと違うんですか、山本さんがいい加減な男だから、私なんかはね本当福田さんと知り合ってもう20年近く、福田さんのご紹介では林さんにもお会いしたわけ、福田さんというの、はい、中央区の公式歌手の福田少女会長なんですけれども、家紋作家でもね人気国宝になるでしょう、間違いなく、まあ、なってます ね、はい、無形文化財で一人しかいないんだから、はい、そうです、それ民謡の大家、そう浜田流の家元だから、そうなんです、そういう素敵な方ですね、もちろん山本先生も素敵な方ですねですね、私先生のねちょっとお聞きしてたんですけれども、不器用だけど人が好きっていう、そう私その言葉すごくグッとくるんです、私も不器用なので人が好きなんですけど、ですね、日本作曲家協会会員国際委員令和6年度厚労賞を受賞されたんですね、この間厚労賞を受賞されました、もう早く卒業しなさいということだと思うんで、いやいやいや厚労賞おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ね、その皆さんね、もっと若い人がどんどん出てきてもらいたいということもあってね、もうある程度のね年になると卒業した方がいいんじゃないかということだと思います、私はね、いや先生をね、うん、背中を追ってもういっぱいいっぱいの方たちが先生をね、大丈夫です、ね、追ってますから、ね、先生頑張ってください、出てきてるのよ、そうなんですね、出てきてるんだけどね、そういうことがあるから、そうですか、そしてですねちょっとここでね告知をさせてください、あ、明日ですよね、7月6日土曜日ですが、はい、16時開演です、場所は RS コートというところです、 JR 新大久保駅近くで、先生あれですよね、ライブされらし、ね、されるんですよね、そちらちょっとお伝えください、そうです、ね、44年目なんですけど、はい、44年目、そう東京ではね1年に1回やるやつだけど、はい、38から始めて、はい、だから44年、だから1回目入れると45回東京ではね、すごい、だからすごいですね、まあそれだけ皆さんにねお世話になりながら頑張ってるんだけど、みんな亡くなっていくから寂しいなと思ってね最後は本当3人の前でね、うん、やることになるんじゃないかなと思いますよ、うんうん、そうなんですね、はい、いやもうぜひぜひ皆さんまだまだね間に合いますよ、まあ、7月6日土曜日、明日です、明日、明日ですよ、あれ今日ですよ、あれ今日土曜日、今日は3日、やだ私あれ私なんか今日金曜日のような気がしちゃったってことはまだ間に合う、そうですね、3日の夜、もう生、もう失礼しました、もうね生番組でこういうことが起こります、大丈夫です、大丈夫です、失礼しました、私も行きますので、うん、はい、はい、我が美学会のね、はい、三つ宗八重ちゃんと行きますので、楽しみにしてます、いやいやもう本当は毎年ね12月だったのが、うん、今年からそう、はい、去年ね、12月したらやっぱりみんな体調崩してね、うん、こんな寒い時はダメだとかどうとこうと聞いたもんだから、うん、もう12月はやめますと言って夏にしたの、そうですか、いい時期ですからね今そうですか、もう一度行きます、明日ではございません、7月6日土曜日で16時開演です、場所は RS コートで JR 新大久保駅近くです、連絡先はいいですか、はい、先生の事務所まで直接ご連絡ください、電話番号を申し上げます、03-5272-1361、
もう一度申し上げます。0352721361です。こちらまでぜひぜひ、ね、ご予約をよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう一つ盆踊りがあそうだ、はい、ではもう一つ、ね、これはねまた夏ですからね。夏ですからね。ですね、盆踊り、もう夏といえば盆踊りといったところで、24年東京新宿盆踊り、ね、場所は、都立と、これは富山公園内、はい、憩いの広場、はい、場所は、日にちですが2024年7月27日土曜日、はい、こちらも16時、盆踊りは17時からスタートいたします。皆さんこちらにもどうぞこぞってお越しください。場所ですけれども、都立富山公園内憩いの広場、7月27日土曜日16時から20時です。ぜひぜひこちらにもご参加ください。ぜひ浴衣着てどうぞお越しください。でその時にね、あの新曲をご披露ですよね。はい、その新曲が、はい、その新曲がね、その福田さんにも歌っていただいている真心音頭とか、あとだからね、その大久保通り、大久保通りで恋をしてという歌を作ったのを、この東条武史君にも歌ってもらおう、はい、新宿ふるさと音頭というのを知られているのね、はい、そうですね。それを今ね、あの、うん、区長さんはじめね、あのチャレンジしたいと言ってくれてるんだけど、うんうん、もう今忙しいから、うんうん、まあ、福田さんに歌ってねって言って、この前レッスンで歌ってみたの、はい、すごくいいの、またあいいですね、楽しみですね、 ですね、はい、ぜひ皆さんに踊っていただこうと思ってます。はい、はいはい、素敵です。私たちもね、振り付けをしましたので、はいはい、もう練習中でございますが、あの7月27日には皆様にご披露したいと思っております、はい、あのやっぱり地域の、ね、名前が入っている盆踊りってすごいですよね、うん、なかなかないんですよ、ね、ですね、はい、だってね、林さんに知り合ったのは浜町美人音頭、うん、福田さんが歌ってくる私のまあ作品なんですけど、その時にご紹介いただいたのよ、うん、あそうそうですか。それからだから美人の方ばっかりだもん。美人の方ばっかり、ありがとうございます。本当美人の方ばっかりですよね、はい、ね、本当に目の保養にもなりますし、はい、心の豊かさにもなりますのでぜひ、7月27日16時から憩いの広場お集まりください。あの一つですが、ね、あの山本先生とはあの福田先生のその浜町美人音頭からでもそうなんですが、あの私はもう本当に10年以上あのこう行為としている松尾陽子さんとも お知り合いなんですよね、山本先生は。 あと柿沢さんともお知り合いで、はい、ですからもうつながってるんです。山本先生というと、まあ、どん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 つながりがあったの で、これからもね、本当にこういろんなお知り合いの方々が山本先生の輪が出てきているのかなというふうに思ってますので、本当に皆様からご紹介いただいたっていうのがきっかけでした。そうですね、はい、どん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 輪が広がって、どん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 、ね、素敵な輪が広がっています。そしてここの午後のひととき、はい、シャイニング輝く紳士淑女が生まれたわけですね。そう、今日だからね、今日がスタートですからね。まだほやほやですよ。ほやほやでも湯気立ってますからね。さあではここで、ね、3曲目スタートいたしたいと思います。山本博之先生の朝日に向かって、どうぞ。羽ばたこう、この道
本先生ありがとうございました。ではここで告知タイムとなります。まず私の方から告知をさせていただきたいと思います。明日ですね、私占いのアプリが第3弾が出てまいります。実を言いますと、私は幸せ占い師といいまして、和装備として占い師もやらせていただいてるんですね。はい、まず一つ目もアプリがあって、それは林教え、もう一つは和装備で、で明日またですね新しく出てまいりますので、あの和装備でですねアプリをあの検索をしていただけると出てまいりますので、よろしくお願いいたします。和装備です。はい、あの実はあの自由が丘、はい、エンジェルガーデン1号店で毎週火曜日木曜日に出演しております。ぜひとも占いも来ていただきたいと思いますね。でもう一つは自分ゆい大江戸和神学会、あの私ね、あのこの間もちょっとテレビも出させていただいたんですけれども、もうすごいんですよ、テレビの影響って。もう新しいねメンバーがどん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 増えてきまして、占いコーナーもあったんですね。ですから今ちょっと旬なのかなと。で今日7月に入りまして、新しくこの番組ができて、で明日からまた新しいアプリができて、で後半には本も出てまいります。まあそんな感じでね、今あの私も旬になっていくのかなというふうに思っております。素晴らしい、素晴らしい。自分ゆい大江戸和神学会、毎月第2土曜日東銀座で活動しております。ぜひとも自分ゆい大江戸和神学会、または林教え、または和装備で検索をしていただきますと、あのぜひともね私とつながりますので、 Facebook でも Instagram でもやっておりますので、検索してみていただきたいと思います。私の告知はこれで終わりですけれども、はい、たけちゃん。はい、たけちゃんです。はい、私の告知はですね、私ですねボイスプロデューサーということで、声のプロデュースをしています。で声のプロデュースといっても、まあ、先生たちはねもう本当にもうプロ中のプロねいらっしゃいますけれども、まあ、おこがましいかもしれませんけど、私はですね声を12色で可視化するということをしています。で12色で可視化するということですけれども、やっぱり声って見えないですよね。声って見えない。でどういうものがこうやってマイクを通して周りに伝わっているかということは自分ではわからないけれども、実はいろんなものが伝わってるんです。っていたところを12色で可視化をして、じゃあどういう気持ちで話すとどう伝わるか、ですとか気持ちはどういうふうに改善するとどのように伝わるか、そんなようなところバランスを整えるというお仕事をしています。はい、ですのでもしねこれ実はですねこれ、そうですね、例えば病院とかでもねやりますと、その自分の気持ちみたいなものが分かって、親子が円満に行ったり両親がうまくいったりとか、そんなようなこともあります。もしご興味ある方はこちらの渋谷 FM までご連絡をください。よろしくお願いします。私からは以上です。あのこうしてあの今そのボイストレーニングもそうなんですけれども、こうしてあのミセスグランプリであったりとか、あのそういった方たちが30秒1分でスピーチをするわけです、舞台で。その時にどういう声だったら 100% うまくいくのか、もうね たくさんのグランプリをもう受賞させております。ご縁いただきまして、ね、ご縁をいただきまして、すごいですよね。去年私もあの京都であの和装のグランプリで、あの準々決勝っていうか準々グランプリを、はい、あの受賞させていただきましたので、やっぱ声ってすごく大事なんですね。スピーチのたった30秒で何を話すか、その時にはこの声の質ってすごく大事なんですね。そのためにはぜひともたけちゃんのね、はい、何でしたっけ、もう一度、そうですね、声診断、声診断、声診断、はい、受けてみてください、ね、ありがとうございます。そして私気になっているのは、やっぱり和髪でね、自分の髪をですね和髪で言えたらすごく素敵なことだと思っていますの で、ね、皆さんもねぜひぜひ、そして、ね、浴衣で盆、ね、踊りができたら、ね、ああやって、ね、外国の方にもねもうめちゃくちゃに、ね、あのフォーカスしていただけるではと思っております。はい、私たちね今日もちょっと見ていただきたいんですが、まず今日は私は着物を着ています。そうですね、はい、あの訪問着なんですが、訪問着物ってち
と見ていただきたいんですが、すごいすごい、はい、帯は七夕ですね、はい、ここに和装備というふうにも書いてあるんですけれども、手書き郵船で注文して書いていただいたんです。やっぱりこの私は和の担当でございますので、まあ、このように着物を紹介したりとかねするのも楽しみにしておりますので、ね、こんな感じで涼を感じますよね。夏は夏で、ね、本当涼しそうですよね。涼しそうですよ。ですか、まあ、今のぴったりの時期ですよね。で今日は見てください、このタケちゃんもですね、はい、着物リメイクです。そうなんです。はい、これおばじゃないの、おばあちゃんですね、私の祖母の着物を崩して、そして、洋風のドレスにアレンジしていただきました。ちょっとぐるっと回ってください。いやいや素敵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 、ね、こうして着物もいいですし、着物リメイクといってね、やはり例えば身内であったり両親であったりとか、残してくれた着物をね、やっぱり少しでも皆様に愛してもらって、はい、してね、たくさんのやっぱりこの日本の文化をね残していただきたいっていうのも、私たちがこう狙いとしてやるこの午後のひとときシャイニングの意味でもあるわけですね。ですね、ね、素敵でしたね。はい、やっぱりこうしてね皆さんに見てもらえる、ただラジオだと声を通して、実際に私たちも、あるところのね、はい、FM に出させていただいておりますので、まあ、ずっとやっぱりね声だけでしたけれども、今回はね、この渋谷クロス FM ですは、皆さんのね顔を通して、皆さんの声を通してね、こうしてご案内ができるっていうのは本当に非常に嬉しいことですね。幸せですね。本当です。またねこの番組はね、本当1週間が10日すると YouTube にアップされて全世界にね、はい、もう発信されるしね、嬉しいですね。またこれスタッフの方がお若い、若くて綺麗で、綺麗で若い、もう本当に瞬時でねいろんなことをやっていただくので大変ありがたいですね。今日はどうでした？今日ですね、もうね、はい、ちょっとねドキドキしてましてですね、最初どうしましょうと思っていましたけれども、やっぱりここね、やっぱマイクを見て皆さんの声を聞いているともう落ち着きますよねもうやっぱラジオいいなって思いました。そうでしたか、ね、はい、私は今日はイケメン3人に囲まれて非常にも元気をいただいた素敵な番組でした。いやいや本当にありがとうございます。ありがとうございます。ドキドキでしたけどね、はい、いかがでしたでしょうか、今日は私たちと一緒に。いやいや、こんなにね楽しい番組というのはね、誰がそばにね来てもみんな楽しいと思いますし、聞いていただいた方も楽しいと思いますし、ぜひ続けていただきたいと思います。はい、ぜひ末永く続けてまいりたいと思います。はい、はい、どうでしょう、ね、もう今日ね急ですけど、もう本当に第1回目の午後のひととき、ね、に出れることになりまして、あ、そうだなと思いました。まあ、これからねこの番組がずっと続くようにお祈りしておきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。プロデューサー、登場プロデューサー、今日は第1回目でしたけど、まあこれからまだ2回目3回目、ね、4回目と、どんどん良くなって、はい、ね、みんなで応援していきますので、ちょっと頑張っていただきたいと思います。はい、懲りずによろしくお願いいたします。もうないせね、私たち2人がコンビを組むということも割と異例なんですけれども、もうこの一言でね、私たちがこういうグループをね作って、たけちゃん ね、しかも和に洋ですよ。和ですからね、もうぴったりでしたね。本当ですね。嬉しいです。はい。それでは皆様、本当に50分は早いもので、はい。もう本当に今回素晴らしいゲストの3人も来ていただきました。本当にありがとうございます。山本先生、一礼様、そして東条プロデューサー様、本当にありがとうございました。私たち。竹井やこと林芳恵で、はい、このシャイニング輝く紳士淑女の番組、ありがとうございます。では次回は8月7日水曜日、またこの午後の2時よりお送りいたします。それでは皆様ごきげんよう。